そのままカメラ回してもらっていい？あ、ちょっとさ、場所がさ、こっちの白画面バックの方からちょっと、ここでいい？映ってる？このバストアップで映ってる。あ、でそれでちょっと頼むわ。ちょっとごめんね、一応その時のために撮っときたいから。そう、お前が今これを見てるってことは、俺はもうこの世にはいないんだよな。竹内との日々はいろいろ楽しいことがいっぱいあって、で竹内、もう俺がいなくなったら多分へこんで前に進めないと思うんだけど。俺に？でも俺なしでもこんな場所で、お前はつまずいてるような男じゃない。大丈夫？俺見ちゃってるけど。これ前進めよ。見ちゃってるけど大丈夫？そっちの竹内黙って。そっちの竹内竹内なんやねん。フレー、うわーフレー、うわ竹内。ちょっと違うやろ。ちょっと違うやろ。これちょっと俺に嫌なことがあった時やろそれ。これ今なんかちょっと変な感じだったから、ちょっといやいやいや、その編集で。ありがとうございます。編集で？お前がする編集これ。フレー、え、フレー、違う違う、竹内、フレフレ竹内、フレフレ竹内、おー負けんな。ちょ、死んだ時やろ。ずっとつまずいた時のテンションだけど。全然別件だけどな、なんか言ってることが。カメラそのまま回してもらっていい？何？どうしようかな。こっちでバックの準備。何や白バックの。竹内、何やね、誕生日おめでとう。いやいや、みんなの感じ出すな。あの竹内に一応そのサプライズで動画を実は撮ってました。もうできないよ、びっくり。ここあの分かるから、白いからちょっと分かんない。竹内の部屋です。分かるよ、俺が撮ってんだから。竹内は好きなものをね、今。そうでもねえよ、ドラえもんは。こうやっぱりちょっとでも喜んでもらいたいなってことで、え、まあプレゼントの方はね、あのそっちにいる俺から。一緒に見てみようか。ケーキなんですけど、ああ、まあ一応ね、あのさっきも食べたと思うけど、どう？そのデザートとかの、ミシュランに載ってるところにお願いしたんで。マジ？半端なかったと思う。なんで首絞めてんの自分で。びっくりしたかな。覚えてんの？1月よ俺誕生日。とりあえず、まあ今の僕からはあのサプライズで動画をあげるというか。その時ない？何その時？今からちょっと3番の練習して。なんでマジ？すみません、楽しみ。すみません、やっと。あれ撮ってくれる、楽しみ。あ、ちょっとそのままカメラ。分かったって。どうしようかな。そっちいい？そっちはやばい。え、そうなん？あ、で、めっちゃアップにした。めっちゃアップ。本当に俺の一回鼻が鼻だけになるぐらい。で、ちょっと引いて。そう、顔だけ今。顔だけ。はい、竹内。今僕はどこにいるでしょうか？わかる。じゃ、ちょっとずつ引きになってくんで、完全に全体が見えるまでに当てられるかっていうことですね。わかるよ。はい、じゃ、引いてって。引いてって。あ、もうさすがに、わかってきたか？わかってる。どうだ？わかってきたか？はい、そう！竹内の部屋でした。わかる。今ね、竹内クイズ大会やってると思うけど。そうなん？あの、俺主催のクイズ大会やってると思うけど。めっちゃ暇やん。まあ、こっから先もたくさんクイズあると思いますけど、優勝者には、50万円ですね。マジ？頑張って当ててくださいね。熱っ。絶対覚えてるよ、俺。もし鼻のとこでね、当ててたら追加で1万円ボーナスもらえるんですけど。熱っ。肝立ちから。なんで、関係ない。関係ないやん。そう。関係ないやん。AI？ AI が考えた立ち方や。それじゃあ、はい、次、続いてのクイズへどうぞ。何やねん。ほっといてちゃうねん。